どうも皆さん、こんにちは、ミニネットです。さあ、動物森 E プラス実況を続きやっていきましょうか。セーブしようと思ったらですね、あれなんですよね。アルバイトをしなければ、ちょっとできないということなんで、今回はちょっとアルバイトの方を、最後までやっていこうかなと思います。まあ、アルバイトもね、他のシリーズで慣れたものなんで、まあ、多分、すぐにできるんじゃないかなと思うんですが、やっと来たね。遅かったじゃない。来ないのかと思った。なんてね。それではまず、この洋服に着替えるんだろう。これ、外に置いたらどうなる？作業着。一回外に出て、お湯盛りだったら何個も渡されるんですが、地面に置く。これ中入ったらどうなる？まだ着替えてない。作業着はどこにやったんだもん。まったくもう、もう一着あげるから、ちゃんと着替えるんだもん。ああ、これ何回でももらえるやつですね。多分何回でももらえるな。地面に置く。無限に出てくるやつか、もしかして。まだ着替えてない。作業着はどこにやった？ああ、無限に出てくるやつだな。はーい。というわけで、ちょっと、着替えていきましょう。OK。うん、ちゃんと着替えたね。それじゃあ、お家の代金、残り18,800ベル分の働いてもらうだもん。まず最初は、花の種と木の苗をお店の周りに植えてきてほしいんだもん。お店の周りが殺風景でちょっと寂しいだもん。殺伐としたところにはお客さんも来ないんだもん。見栄えが良くなるように頼むよ。終わったら声をかけてね。オッケーです。やりますか。これね、一回さ、掴んだら、もう、花がね、枯れてしまうので。赤いチューリップで、白いパンジーを植えといて、お店の周りって言ったもんな。結構木のスペースは案外狭くてもできるんで、これどうだろう。周り看板あるもんな。ここら辺適当に植えとくか。ここできるんかな。できるか。これ多分ギリギリできそうですよね。よし。ちゃんと綺麗に植えてきた。なんかちょっと心配だけど、ミネットさんのセンスを信じるんだもん。今の働きっぷりは80ベルぐらいだもん。でもあれだけで80ベルもらえるってなかなかいいよな。アルバイト料はお家の代金としてもらっておくからね。それで次は何をしてもらおうかな。ちょっと待ってよ。ミネットさんはミネ村に引っ越ししてきたばかりだけど、ミネ村の人たちにちゃんとご挨拶したんだもん。ちょっとだけ休憩時間あげるから、みんなにご挨拶してくるといいんだもん。村長さんにもご挨拶するの忘れないでね。願いの泉のあたりでお散歩してると思うんだなもん。オッケー、行ってくるわ。地図がな、最初ないから、この地図を、ここで確認して、トロワさんと春巻きとラッキョか。向こうにいるな。なんか BGM がいいっすね。なんか今まで聞いたことないような動物森の、おーっす。そんなに大声出さなくても聞こえてるわよ。アンドゥ。アンドゥ。ふふん、オタク、ミネツちゃんっていうの？なかなかおしゃれな名前やね。ちょっと羨ましいわ、アンドゥ。あたしはトロワ。どう？負けてない名前でしょ？おう。いいライバルになりそうだわ。よろしく頼むね、ミネツちゃん。アンドゥ。アンドゥ。アンドゥはなかなか聞き慣れないっすね。よう。春巻き。おっす、こんにちは。あれ、あんまり見ないからな。え、ミネット、あ、お前ミネットって名前なのか。オイラは春巻きってんだ、よろしくな、のことよ。今日からオイラとお前は友達だ。へへ、友達が増えるってのはいいもんだな、のことよ。のことよ。口癖が多くて面白いですね。出てくるかな。出てこないか。外にいるとか。結構ね、家の周りからそんなに離れてないところにいるんですよね。中にいるパターンか。中にはいない。これ、びっくりしたのが、中に住民がいなくても、入れるんですよ。なんか普通はさ、普通はてか他のシリーズだったら、なんか、外に出ていますみたいな感じで言われるんだけど、このね、E プラスは普通に、中に入れるっていう。あ、いたー。ラッキョ。おおおお、おめえ初めて会ったやつだな。
何うろうろしやがんだおめえ、なってやんで、いかつ、はじめましてミネッツです、ごめんなさいっておめえ。いやー、わりわりマジビビらしまったか、冗談冗談、俺らわけだよろしくなってやんで、ってやんで、口癖がいろいろあるのが面白いよね動物の森は。下の方に行って、とりあえず念のためにもう一回話しかけとくか。ミネット村長いつも見とるよ。ありがとう村長。地図がねないのが不便ですよね。交番の前と他には、まあ、さっきの汽車の前にあるんだけど、外に、あーいいじゃないっすか、ブーケじゃない。あたりなんか言うなのチキ、さっきからあたりのことすっごい見てたみたいだけど、え、友達になりたいの？なんだ、早く言ってよチキー。あたりブーケって言うんだけど、あんたの名前はなーに？ミネトちゃんね。オッケー、よろしくねチキ。こうフレンドリーな感じがいいよね。なんかもう女の子の友達にいてほしいって感じ。この子はパオロ。あれ、君どっかで会ったことないよねパオ。僕はパオロって言うんだ、休日はこの辺りうろうろしているよ。っていうかいつもなんだけどね。ふふ、うっかり者の僕だけど、これからよろしくね。よろしくな。なるべくね、なんか引っ越しさせないようにしないとな。なんか本当に今まで飛び出せ動物の森でミネミネ村はリス住民だけ集めて、でサブ村のミネ村はクマ住民だけ集めてきたんで、こういう他の住民たちと触れ合えるっていうの本当に新鮮で楽しいですね。なんか他のシリーズやっててよかったなと思う瞬間ですね。こんにちは。うん、みんなにご挨拶してきたんだもん。あ、マジっすか。オッケー。いや、セミの鳴き声がめっちゃ気持ちいいな。パオロやった。ベーグルか。ベーグルって、犬だっけ？こんにちは。私はベーグルと申します。よかったら、私と友達になってくれませんか？ありがとう、ミネットさん。私を見かけたら、話しかけてくださいね。めっちゃ幸せそうな顔するな。かわいいかよ。いいですね。これで多分、全員に話しかけ終わったんじゃないですかね。夜の、あれだな、虫捕りめっちゃ楽しみだな。早くやりてー。でも早く虫網をゲットするためにはアルバイト終わらせないとダメだからな。家具の配達をお願いする。やっとお店のアルバイトらしくなってきたんだもん。この家具を4丁目2番地のパオロさんのところに届けてほしいんだもん。途中で道草食わないでちゃっちゃと行ってくるだもん。オッケー。パオロさん、この橋を出て下の橋だね。オッケー。2階橋を出たら着きますね。で、ここに橋があるからちゃんとマップを覚えないとダメだね。左側だな。左側行って、で下側に行ったらちょうどパオロさんのところに着くはず。こうだな。オッケー。こんにちはパオ。ところで、なのよパオ。お届け物です。これを渡す。あれ、なんで君が配達してるの？大津の代金が足りなくなってアルバイト。なんちゅうか、途方だね。でも、なんか他人事とは思えないような気がするけど、パオ。お部屋に帰っても殺風景なんでしょ？かわいそうだね。哀れられてる。そうだ、このオスのフラミンゴ、引っ越しのお祝いにプレゼントするよ、パオ。お部屋に何にもないと寂しすぎるもん。お気に入りの家具を少しずつ増やすといいよ、パオ。家具が入ってきたらお部屋の模様替えをするのも楽しくなるよ、パオ。家具を動かすのはね、A ボタンを押してから家具を押したり引っ張ったり回したりだよ、パオ。それから家具の方を向いて A ボタンを短く押すと、ラジカセのスイッチを入れたり、タンスを開けたり、いろいろできるから、お家に帰ってやってみるといいよ。でもあんまりサボって叱られないようにするように、パオ。オッケー。早く、タヌキチのところに帰ろう。もうね、アルバイトはベテランの域入ってるんでね。おかえりおかえり、ちゃんと配達できたんだもん。ご苦労様でした。きちんとできたからアルバイト料は230ベルだなもん。アルバイトするより絶対リンゴとか取った方が早いな。それではすぐに次のお仕事に取り掛かるんだなもん。え、なに？地図がないとめんどくさい？まったくもういちいち文句多いんだなもん。マジでめんどくせえんだよな。地図、あざっす。それを待っていた。今度のお店はダイレクトメールだなもん。5丁目のブーケさん宛に。オッケー。ブーケさん宛にね、この便箋に書いて送ってね。
お互い郵便局に出すだもん。郵便局は1丁目2番地だもん。さあさあ、急いで。オッケー、やるか。違う。手紙を書く。まずは宛名を決めてね。ブーケー。これがなかなかね、難しい。慣れるまで時間がかかりそう。絵文字とかある。すごくないこれ。わー。やば。楽しい。楽しいな。何これ。これいらんでしょ。これ一番いらなくない？へー。これいいね。よっしゃ。届けに行こう。てかなんか今めっちゃいい傘あったな。じゃあ後であの傘見よう。なんかすっごい、たぬきちっぽい傘あったくない？英語表記だもんね。E プラスは。ポストオフィス。いらっしゃいませ。ご利用件は何でしょう。手紙を出したい。で、これを送る。ペリコ相変わらず可愛いな。オッケー。なんかめっちゃ可愛くないこの傘。だよな。まあまあ、買えないのは分かってたけど。ちゃんと送ってきた？うん。ご苦労様でした。ちょっと時間がかかったから、報酬は130秒でってところだもん。でもまあ、できてよかったんだもん。お手紙くらい出せないと、これから困ってしまうんだもん。次は、絨毯を配達するんだもん。のんびりしてちゃダメダメなんだもん。この絨毯を春巻さんに届ける。オッケー、分かった。じゃあ、春巻さんのところに行きましょう。アルバイトめっちゃやってるからな。町盛りで2回やって、おい盛りで1回やって、E プラスで、まあ、2回目なんで、相当やってるな。春巻さんのところはでも、近いからいいでしょう。飛び盛り、アルバイトなくなっちゃったもんね。楽器を、で、春巻き。で、なんか用なのか？ミネット、お届け物でーす。で、これを渡す。おー、やっと来たか。これこれ、これを待ってたんだぞー、のことよ。この絨毯を敷けば、オイラの部屋も大分と、かっこよくなるぞー、のことよ。すっげーかっこいい部屋にしようと思ったら、絨毯や壁紙にも気を使わないとな。なんだって、トータルコーディネートが大切だもんな、のことよ。ミネットも、部屋の絨毯、いろいろ持ってた方がいいぞー、のことよ。お風呂でよかったら、オイラの使ってたやつ、ミネットにあげるぞー。いいやつだなー。その絨毯、たぬきちのお店で偶然見つけて、衝動買いしちゃったんだけど、部屋に敷いてたら、いまいちだったんだ。まあでもよくあるよね。でも買おうかどうか迷ってて、他の誰かに買われちまったら取り返しがつかないもんな、のことよ。あの店、毎日品物が変わるのはいいんだけど、すぐ売り切れるんだ。毎日毎日、なんかないか見に行くのも疲れるぞ、のことよ。そういえばお前、油売ってていいのか？ちゃんとバイトやるよ、のことよ。オッケーです。ちゃんとね、住民さんの言うことも聞いて、頑張ってアルバイトに精を出しますか。チュアス。おかえりおかえり、ご苦労様でした。働きっぷりがだいぶ様に放ってきたんだもん。この調子でどんどん働いてほしいんだなもん。今回はちょっと奮発して580ベルの報酬だなもん。次は斧をブーケさんに届けるんだなもん。ブーケとは仲良くしたいな。やっぱブーケが一番。おし、ブーケいた。あ、ミネタちゃんじゃない、チキ。それでなんか用があるんでしょ、チキ。お届け物です。あー、サンキュー。気さくな感じがいいっすね。ねえねえ、ところでさ、この手紙、あんたがくれたんだよね、チキ。これからよろしく。絵文字がいいでしょ。この村に住んでる人たちって、みんなお手紙が好きでさ、誰かからもらったお手紙でも、取っといちゃうの、チキ。で、仲良くなった子に、こうやって見せてって、喜んじゃうわけ、チキ。あたいたち、今は峰村に住んでるけど、そのうち他の村に引っ越しちゃうかもしれないの、チキ。引っ越す先も、もらった手紙は、持っていくのよ、もちろん。で、そこで知り合ったお友達に、あんたからもらったお手紙を見せちゃうかもね、チキ。だからお手紙に書くときはさ、誰かに見られてもいいように書かないとダメよ、チキ。オッケーです。他の人に見られるもんな。けどまあ、フレンドがね、いないんでね。フレンドいないんで多分、誰かに見られることもなければ、ただ住民に渡すだけの手紙になってしまうかなと思うんですが、まあね、いろいろあるんでね、E プラスにも手紙の使い方が、まあ、そこら辺もやっていきたいなとは思ってるんだけど、さて、戻ってきたぞ。おかえりご苦労様でした。じゃあ、今のバイト料は230ベルということで、さてさて、次のお仕事は？そうそう、思い出した。ミネトさんの家の前に掲示板があるんだけど知ってる？その掲示板にお店の宣伝を書いてきてほしいんだろも。文明は何でもいいんだろも。かっこいいキャッチコピーをお願いするんだも。
でもあんまり恥ずかしいことは書かないでほしいんだな。もんあの掲示板一度書いたら消せないんだもん。それでできてね、書いたら教えてね。オッケー。絵文字使って生きてよな、せっかくあるんだから。なんか魚のマークとかさ、めっちゃ可愛くない？普通に使いて。掲示板じゃない、こっちじゃない、こっちだ。書き込んでいく。書きく。OK。で、絵文字使っていきたいっすよね。なんかもう、もちろんこれでしょう。で、ニコリマークつけとく？ニコリマークつけて、太陽もつけちゃって、このマークほんといらないよね。これつけるとちょっと印象悪くなりそう。ハニワくんもあるじゃん。怪しい。怪しいがまいいだろ。OK! できた。これで、アルバイトは終わりですかね。これ、サッカーボールさ、住民が蹴ったりすることあるらしい。蹴ってくんねえかな。近くにいるのって、春巻きとらっきょうぐらいだもんな。ちょっと、一緒に遊ばね、これで。おー、遊んでる遊んでる。かわいいな。え、もう飽きたの？早くない？しかも、飲みついてるぞ。はい。やれ！蹴れー！蹴らんか？ちょ、一緒に遊ばね？もう興味なくなった。こういうところ動物って感じするな、本当に。いけ！蹴れ！おー！楽しそう。すぐ飽きるんだね。オッケーです。じゃあたぬきちのところに行ってアルバイト終わっておきましょうか。まあ今回これでアルバイトが終わりなので、うん、ご苦労様でした。ということは、あー、終わった終わった。溜まってたお仕事全部終わっちゃった。やってもらうお仕事がなくなっちゃったからアルバイトはおしまいだな。もえ、お家の代金？それはもちろんちゃんと払ってもらうんだな。もん今までのアルバイト代の合計1400ベルを差し引いて、残りあと1万7400ベルだもん。最初はつれえよな。まあでも虫とかを捕まえられるようになったら、まあ簡単に返済できるようになるんじゃないかなと思うので、まあまあゆっくりとやっていこうかなと思います。郵便局から振り込んでほしいんだな。もん慌てなくっていいし、ゆっくり払ってくれたらいいんだな。もん全部払い終わったら、お家の改築の相談にもお家であげるんだな。もん今のお家は小さいし、もっと広いお部屋に住みたいもんね。それではアルバイトご苦労様でした。お買い物はうちのお店をよろしくだな。もん持ってるお金ゼロベル。アルバイト終わった。これで自由だ。アルバイト終わってついに村の住民の一員となったわけなんですけれども、お店、ゴミ捨ては郵便局あるけど役場ないもんね。この E プラス、お店あってゴミ捨て場あって郵便局あって交番があって願いの泉、最初から交番あるのはだいぶでかいよな。下手や博物館。まあというわけでね、まあ今回アルバイト終わってみたわけなんですけれども、ちょっと次回からね、まああの企画考えてやっていこうかなと思っておりますんで、楽しみにしていてください。ようやくセーブできるな。なんかセーブしてパート1で一回区切ろうと思ったら、まさかのセーブができなかったんで、アルバイト終わったんで、これでようやくセーブできるでしょう。記録したい。というわけで今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。